だって、ね、結局、宗教の男子、喧嘩弱い。だから宗教やってる。な、だから弁論。弁論で敵を立つ。あるときは立ち。あるときは立つ。な、やろ？じゃあ、弁論の根拠となるのは何ですか？勉強、それではもう負け。弁論の根拠となるのは人生だよ。当たり前やろ。じゃあそれだけの人生宗教に入ってて生きれるか、無理。じゃあどうする、集団主義になる。どんぐりたちの集団主義、これが肥大化して最後何も決断できなくなる。当たり前ね。で結局さっきのペンションとかヤマンバのソマヤの話でも、それやったらもう若い女にその我らのレクとしてやって宗教男子を簡単に思うぐらいの人材や。それぐらい喧嘩弱い。え、気迫強いやつだってそんな隠れ家でなんか、え、やろその辺で別にいいやろなんでわざわざそのとこ行っていい、キモってなるやん。喧嘩強いやつそう思うでしょ、当たり前。そんなのダメで、誰かと喋るやんけ。喧嘩弱い。コミュニケーションもできへん男子、それができへんから宗教男子になり。そして、秘密の場所に。綺麗どころを来たが変態になる。始皇帝ごっこ、幻想皇帝ごっこになる。な、だからせえへんやろ、それは。絶対そうなるから。読み切ってるから。軍師、池田も。な、せやろ。な、池田、ジュネックって、な、日本を代表する軍師やねんで。なんでかって言うと、だって竹中半兵衛も、黒田官兵衛の池田恒興から見たら召したやんか。知らんかな、みんなそのこと。まあまあ、当時、最悪っていうか最強って言われた魔術師と池田恒興やって。知らんやな、そんな。でも、もっともっと悪いやつおったね。池田が一番悪いって。言わせとったし、言われとったし、言うな話。で、池田恒興自身も隠れるわけ。悪いやつだから名前出せ。大して悪くないと思って名前出す。竹中君。そうだっけ。明智。豊臣すら。ん？悪いやつあの時代名前出てんやろ。誰？古谷。な、怖いやろ、こんなんです。さ、置いといて。さまだより、置いといて。な？さて。結局、まあ今でもの古谷先生、日本人、忍者銀連盟の会長やんか。あの与野党関係ないやろ、超党派の忍者のトップは古谷先生、物の中ではそうです。うちはって別に、うちは恩人、常恩人なんじゃない。辻は恩人っていうかな、古谷はだから常人やけど、恩常人やけどな、だうちは常恩人や。うちの階級常恩人、うちだけ名前ください。さて、それで女王ってのはその常温人の方が語源なんですね、実は。で、さらに、結局、じゃあその、おばちゃんばっかりというか、おばあちゃんになってからペンションを上げさせてあげたらって、なんでペンションかって言ったら、その創価の男子たちが泊まりに行けるから、様子見に。な？で、若い子浮いたらどうなるそれ。な？エロ地獄になるし。ましてよ、その関係ないやつも泊まれるようにしたらえらいことな。だけど関係ないやつ泊まれなくしてても日本全国に総括を卒業したおばあちゃんたちのペンションがあったら、まあ日本のいろんな沢が総括 OG のおばあちゃんたちが住んでた。面白いな、結構それ結構面白い構成だと思うけどな。で後にナバタイコ研究家みたいなやつが、なぜこの時代にこんな奇妙なことがあってな、なんでだろうな、とかな、学者たち、でな、まあ、あれが、郷土史家たちがぶっ払いながら、それはだっておかしいだな、しかも、なんか変な話って。な、じゃ結局な、そういうとこに、男どものたまり場になったら、それはするやん。な、でもおばあちゃんやったら大丈夫だけど、いや、おじいちゃんってちょっと、でも、その時こそ宗教男子な、うち思うねん。それ説教できんって何なの？何の宗教なの？ね、そんなことならんように、みんなを宗教で教育したら、説教しなくて済むじゃないですか。何それ。
職場放棄やぞ。ね。だってそんないろんな文化、いろんな態度、いろんな思考回路、いろんな言動、いろんな人生っていうのは、脈動してるから。そんな固定化した死んだもんではないねん。実は。それはな、死後の世界すらそうやねん。もう知ってや。今生きてるこの世界は、本当に流動性があって、脈動してる、脈づいてん。それを積極として封じるっちゅうのは変やし。それを起きないようにするシステムって何？自分の血管止めてんの？ん？そうなっちゃうよ。ん？ん？思考停止になるんだよ。で、アホになったじゃん、宗教だって。アホとは言わんけど、な？思考停止はしてるのね。思考停止のまま一生懸命頭使って。思考停止で止まってるわけちゃうから。循環論法っちゅう。というかもう、一つの一点の特定論法の増殖。宗教の悪いところは特定論法の増殖や。それは仏教は嫌だ。何仏教を名乗ってるかまた立ち上げるよ。そうかだった。明らかにそうと分かるよ。分かった上で図星やから腹立って攻撃したくもなるやろ、うちのこと。嘘やったら、な、相手にせんべん、うちのことだったな。そこでも図星って分かるよ。めっちゃ喧嘩したね、うち。こういったことずっと言い続けて、連中の気分を害しとって、宗教家たちの気分を害しとって、うちがこういうことずっと言ってた。宗教家たちの気分を害しとって、うちが。宗教家たちの気分を、うちの意見が害しとって。ね、そうやろ。おばあちゃんの山の様に、じいさんたちが集まって麻雀しとったら、例えばな、ほんだら、そうか、若の男子、宗教男子たちが行って、一緒に麻雀したらいい。で、ちょっとじいさんたち呼んでな、とか言ってな、おもむろに話し始めたらええ、宗教家やったらそれできるでしょ？それできへん宗教家で能力いかへんねん！